続きまして、カメラローに行っちゃうと見られちゃうから、カメラローじゃなくて、衛星なんとか、アスナロ衛星ですね。アスナロ衛星です。NEC 開発運用開発、スペースデザインプラットフォーム、スペースワイヤー試験センター、ミッション。今日は災害衛星で地球観測。御嶽山の災害あれですね。静止地球環境観測衛星ひまわり89号の概要、衛星バス打ち上げなんとか参考資料、ひまわり8号9号概念図、通信アンテナ太陽バス、気象データのミッション、観測スケジュール、観測スケジュールは可能である、伝送フォーマット、伝送ルートフォーマットであります、経営送信ルート、アンテナ順を送信します、アップリングによってなんとか、中継、信号ダウンリンクによる所言、 UAHF アンテナ信号所言、経由体経由アンテナ、スポットビームアンテナ2種類のアンテナを持ちます、インターフェースコマンドレンジング変調トーン PM トーン。続きまして、産業競争力強化のための地球観測衛星戦略の検討、現地球観測 NEC 東芝、 NEC 東芝衛星センサーシリーズの推進、リアルタイムの構築、地球観測画像の認識、面積ビルモニタリング、地球観測衛星の動向だということ、地球観測衛星の軌道衛星予測数、リモートセンシングの規模、我が国についてのこのメディアで進めて、地球観測衛星システム全国についてはその役割を応じて小型超小型衛星、既存の衛星計画の衛星を含め適切なシステムの検討設計が必要であるが、ここに示したように小型衛星は今後の地球観測システムの構築の重要な要素であり、常に高度ニーズに対応するためのコンステーションのヒートなのが考えられます。小型地球観測衛星の地球分解能の推移、地球観測衛星との比較、ビジネスモデル応用に遅れています、我が国の宇宙利用促進というのについて提言しています、民間が衛星事業に乗り出すことについて投資が増えるの、打ち上げ失敗のように衛星の軌道上故障による事業が頓挫するリスクがあるため、大きなリスクが来ている使用が投資リスクを生み出すのが難しいといます、衛星データ、有用な情報を生み出す経験が常にいかに利用するかが重要な要素となっています。リモートセンシング、リモート法センシング法、国としてのための方法です。検討の多くのであり、影響の方法であります。衛星データプラットフォームに情報を構築します。運用システムの全体のブロック図、リアルタイム地球観測も短時間に観測を繰り返すことが分析に重要な明らかです。衛星データの促進プラットフォームの供与、即位のインフラ化という衛星データ利用促進プラットフォームの段階的考案、構築案、衛星利用データ促進プラットフォーム第2段階、衛星データ利用促進プラットフォームの一例、なお本検討会は財団法人 JKN 自転車何とか観測補助金を受け、経緯です。九州大学文音衛星、超小型衛星研究開発事業への地球観測のような汎用超小型衛星システムを開発で採択、今回採択した提案は九州大学が開発したベースに各国ね、佐賀大学、鹿児島大学、九州工業大学でもお問い合わせ何とか何とかでいただきます。での開発取り組みの経過、続きまして小型衛星赤外センサー搭載可能性である平成21年調査報告書、財団法人宇宙開発量経理の保有、我が国の機械工場技術ものづくりの必須必須条件です。伊藤源治氏、多くの観測打ち上げ運航が地上から得られない宇宙からの各種画像データ
環境、自然や観測広く利用されています。御嶽山です。富士江なんとか地球線の御嶽山情報、御嶽山からの情報名簿、ホヤの明先生長寿、伊藤源次会長、赤外センサー、衛星リモートセンシングは衛星搭載赤外センサーから得られる赤外バンドの観測データの昼夜問わず全然可能性を含むヒートアイランドの音楽の汚染など山火事などの気温をさまざまな費用で予想された公文会の公文を求めて得られています。資源観測システム、センシアなんとか熱赤外線資源観測等の予測崩れな応答の方について調査します。赤外センサー小型軽量化について検討し、小型衛星搭載するために必要な技術開発項目を抽出するとともに、ね、センサー等を検討します。ついての制度を導出しました。ここでは小型衛星搭載する前後を明らかにするので、小型衛星で検討センサーで述べます。衛星サイズ、質量のトレンド、新しい小型衛星の位置づけ、こうした小型衛星について、模式的に表されます。初期の小型衛星のコストは圧縮される場合が多かったが、小型トレンドとコストが安く、形跡が短いまで形跡の有するものが出てきています。こうした流れで小型衛星を選択するデメリット、デメリットについて整理しました。小型衛星の採用に際してこれらの特質を十分考慮した上で採用する検討が必要があります。小型衛星の特質から質量などを実現できるミッションの制約がありますが、近代の技術の進展により小型衛星においても大型衛星でも実現する性能に説明しています。近年の小型ミッションでの観測精度、小型センサーの場合、従来大型衛星が独占していた高分解地球観測衛星についてもおよび表を示す小型衛星で実験している例が多く見られるようになっています。クオーディットなんとかなんとか、オーミットなんとかなんとか、エロス、オーム社、TI 社なんとかなんとか、スペースイメージ、日本、日立ソフトウェアエンジニアなんとかなんとか、リチオール、小型公文会のアルジェリア、ナイジェリア、イギリス、ドイツ、アルジェリア、フランス、中国、イギリスなんとワンド観測サイズ、海外における小型衛星の異常トレンドが既存レスポンスシリーズ、フランスでは CNES の主導でも開発されたバースの小型衛星のプラットフォームである、これを実証した流れを作っています。生年コンフレーションで受注されています、開発されています。新規の海外企業による小型 ISF バス輸出状況、ナイジェリア、カナダ、ドイツ、ベラルーシ、マレーシア、ここでは小型衛星の利用が不可能な日本の衛星レスポンシブスペース概要を述べます。レスポンシブスペース、既存型衛星のうちちょうど中間に通過がよくできるこれが企画局が得られます。レスポンシブスペースの要件、レスポンシブ、標的された必要に受けだけ24時間必要に情報を提供、専用ロケットで打ち上げ、軌道上で自動チェックアウトが運用開始する、アクティブメントスペクトル、6デイズ概念、6デイズスペースクラフト概念、ログスプ概念3、1デイ、6デイズ、モジュール、ロニオで構成される、コンセプト図、優秀です、数年の開発部、なんとかにおいて衛星のモジュール化することで衛星開発の短縮、低コストを実現することに対してより汎用的な技術で提唱されるご注意のインターフェース提唱であります。レスポンシブ衛星の開発部、ハイパースペクトルセンサー、小型レスの衛星、システム、小型衛星に隣接コンポーネントから衛星しています。オーロラミッションという事業第6リクエスト衛星があります。黎明技術翼によって新元開発前のデータがあります。宇宙機を小型化することで衛星するロケットとは何とか、 JAXA が開発した次世代ネットワークデータ処理のマルチモードレスポンスをシリーズ化していて、赤外センサーの予定しています。従来実現できなかった飛行するおよびシステムでも予定しています。より汎用性の高い機能を持ってきているような弱性のシステムを参加しています。爆笑しています。
NEC の小型衛星、現代小型衛星について技術するため新エネルギーの開発が必要で、アナウンスをなんとか開発、性能をパンクロなんとかで上へ開発、ミッションパンクロアナウンス精査、軌道アジリティなんとかとか、スライプマッピングモードを作りか、スラッピングワイドモード、姿勢安定性、運転性のポイントはアイキャンドル実現する運用が得られ、アジリティ、高速的な変化はアジリティが重要であります。アジリティが必要であります。遠征バスに NEC 製の小型標準商用バスが必要であります。先生というのはなっています。NEC 小型標準バス。